コールバーグ・クラビス・ロバーツはアメリカ合衆国、ニューヨークを拠点とする国際的投資会社である。未公開株、エネルギー、インフラストラクチャー、不動産、クレジット、ヘッジファンドを戦略的パートナーと共に運営している。1976年にジェローム・コールバーグ・ジュニア、ヘンリー・クラビス、ジョージ・ロバーツによって設立された。彼らはみなベアースターンズの出身者である。 コールバーグ・クラビス・ロバーツは、グループブリュッセル・ランバートから資金を調達して、デワレッジ・ドバイ・アウトの名手となった。本社は、ニューヨークにあり、オフィスが、サンフランシスコ、ヒューストン、ワシントン DC、ロンドン、パリ、香港、東京、北京、ムンバイ、ドバイ、ソウル、シドニー、マドリードなど26カ所にある。 450名の投資の専門家を含めた1400名の従業員を要し、ポートフォリオにある会社の数は103社で年間売上げ2180億ドルに上る巨大プライベートエクイティファンドである。フィッシャー、ローレンス・エム・セーフ・ウェイバー・言うと、A サクセス・ストーリー、ザ・ニューヨーク・タイムズ、オクトーバー21、1988、米特集、KKR と TPG が率いる。 投資家集団へ身売り完了今後分割も。ブルームバーグ。2021年1月11日。閲覧。ABCD e 株式会社ロジスティックスパートナー。KKR、楽天、ウォルマートから、声優株式85%を取得。流通ニュース。2021年1月2日閲覧。ABC、米ウォルマートが、声優売却で合意過半数の株式を、 米投資ファンド KKR に、毎日新聞、2020年11月16日へ閲覧。ABC、声優への出資、米ファンドと楽天が発表、ネットスーパーやキャッシュレス決済強化、読売新聞、2020年11月16日へ閲覧。平野博文 KKR ジャパン代表取締役、社長、2013年4月10日、KKR ジャパン。 新会長と新社長の就任を発表。ありがとうございます。